68型。つまり、チャパエフ級のネームシップよ。かの対戦に参加できるはずだったけど、いろいろあって遅れて完成したわ。あまり活躍できなかったの、少し残念ね。あなたが指揮官ね。これはなかなか。失礼。私は北方連合所属、軽巡洋艦チャパエフよ。これからよろしく頼むわ。いらっしゃい、指揮官。ここは執務室って?ええ、わかってるわ。私たち二人の執務室。でしょ?指揮官、少しおしゃべりでもどう?お互いをわかることに越したことない。そう思わなくて。指揮官もこの子のようになりたいのかしら。あら、違うの?ふーん。私は強いわ。少なくとも設計された当初ではね。今はどうなのか、それは指揮官に確かめてもらうしかないけど。信頼しても裏切られるのが怖いようでしたら、こう、手綱をしっかり握りしめればいいわ。縄でも鎖でも、何でも、ね。おさわり?あ、この子じゃなくて私の方ね。指揮官、悪い子ね。未完了の任務は、私がちょっと代わりにやっておいた方が良さそうね。あら、任務をこなせて偉いね。ご褒美はどんなのがいいの?新しい手紙を整理したわ。確認を忘れないようにね。私の手料理はどうだった?お口に合うと嬉しいわ。指揮官、委託に出た子たちが戻ってきたわよ。準備をお願いね。どんどん兵装をつけてちょうだい。あなたのことは信頼してるわ。この子も乗りこなしてみせるわよ!そら!こんな感じかしらね。まだまだ頑張らないとね。蹂躙する!少し油断したかしら。きつくしつけた方がいいのかしら。悩ましいわね。指揮官、何か相談?おしゃべりならお付き合いするわよ。この艦隊、きっと先が長いものね。部下とのコミュニケーションね。ええ、命を預ける相手を信頼するのが一番大事よ。私が指揮官を信じているように、指揮官にも私のことを信頼してほしいわ。ペット?どうかしら。飼ったことがないから、正直わからないわ。だって、めでる相手なら、ずっと身近にいるもの。それとも指揮官?もしかして、もっとめでられたいの?なるほど。それはちょっと重症ね。やっぱり心を預ける相手がそばにいないと。指揮官、いっそ私に任せてくれない?あなたの悩み、全部解決してあげるわ。
私はこの指輪を、こんなに綺麗なものを預けてくれるなんて嬉しいわ。ではあなたにはこの首輪を。こっちも似合ってるわ。こうして常につながってるの。好きでしょ？これはちょっとしつけた方がいいのかしら。こんなにいいものをくれるとはね。いい子いい子。アズールレーン。いらっしゃい、四季君。今日もお仕事なのね。ところで、首輪、ずっとつけてくれてるの？四季君、お腹すいた？まだ我慢よ。私がいいと言うまでは、我慢してちょうだい。四季君、何？私はここよ。どこにも行かないわ。命を預かっている相手のことは大事にしないとね。安心して、あなたの手綱はしっかり握っているわ。他のこと話したいときは私に言ってね。さすがに見られると恥ずかしいでしょ？見られちゃってもいいなら別に私はいいけど。私も指揮官を触りたくなっちゃったわ。相手してあげるのはまた後でね。出撃中よく我慢したわね。いい子いい子。私に全部任せて。ボンリーオート！もっと喜んでくれると嬉しいわ。まだ不安になるの？我慢よ。今はこうやってあなたのすべてをつなぎ止めてるけど、そのうち何も考えられなくして、悩みも苦しみも何もかも忘れさせてあげるわよ。指揮官、これは一体どういうこと？まさか私、何か悪いことでもしたの？これって、ただの演習なの？指揮官、今日は何から始めるの？いつでも出られるって言うけど、なぜ私はまだここに？指揮官、いえ、何でもないわ。この空間は正直、悪趣味に思うわね。指揮官、大丈夫？大丈夫なら返事してちょうだい。私、ちょっと焦っちゃうわ。ここに長くいると、さすがに、タシュケントたちが心配するわね。これを私の首につける気？指揮官、私別にそんな気は。未完了の任務があるわ。資料なら取っておいてもらったわよ。任務完了ね。ここから何をすればいいのかしら。お手紙は、早く読んでくれないかしら。ここに調理場がないのは残念ね。
食べさせてくれるの？委託に出た子たちが戻ってきたわ。早く出迎えに行かないと。もっと頑張らなきゃね。真面目に戦うわ。これで少しは解放されるのね。指揮官、ごめんなさい。ここで訓練すべきなのは指揮官の方ね。こうして指揮官と二人っきりになるの悪くないけど、やっぱり何か足りない気がするわね。もっとこうしっかり手に握りしめるものというか。それを引っ張らないで。